設定しちゃった間違えて。さあ始まりました。始まりました。あ、音入ってない。また始まりましたよこれ。あ、お、入ってるよ今日は。始まりましたよこれ。今日は入ってますよ音が。てか音が入っててもいいんだけどこれさ。これどうすんのこれ。目ばっかさ。さあ始まりましたよ。今日は第135回。懐かしいね。第何回とかでも数回とか言ってた時が、そう第数、まあ、20回とかね、当時神奈川でやってましたよ。懐かしいね。懐かしいですよ。懐かしい。たまにあれの映像をね YouTube 見ちゃうよ。あ、見ると面白いですね当時のね。うん、活気のある。そういうのなんか残ってるからいいよねそういうのね。YouTube に結構上がってますよね。うん、たまに見ちゃうんだよ。もうね、虹の今日は。パズル7時間目でございますよ。しかも前回福田さんとやったらもう音が全然拾えないから、まず音出しからで結局無音でやるっていう。無音ね。しかも全然はかどらないもう彼は全然ない。もう目ばっか作ってるから。目ばっか作ってる。目ばっか作ってる。お、それあれだね、その目ばっか、その言い方ちょっとアサーティブ的じゃないね。アサーティブじゃないよね。俺の日受けましたよ、アサーティブコミュニケーション。受けた。すごいね、恥ずかしかった。すごい、みんな名演技を前で繰り広げてました。やったでしょ。あれずっと俺増田所長とお前だったからみんな大爆笑。え、みんな違う人が入れましたよね。やんないよ。え、3回ともすか。全部よ、全部。マジか。ずっとだよ。あれちょっと辛いわ、あれやるの。ずっと。まだ返さないわよって言われてね。最後までね、出来上がりまでやってもらえますからっつって。その先生面白かったっすね。ずっとやってた。始まる前からね、ちょっとね、あれだった話しててさ。先生どうですか。そう、いじらしてもらっていいですかって言うから。もうね、あ、もう増田所長とセットにしてんのもいじられ状態ですもんね。てかそこでおかしいよね。普段皆さんね、接しない方と一緒にペア組んでいただいてると思いますがって、その時点で違ってるよね。そう、あれなんかあれ意図あったらしいっすよ。なんかね、そう、最初から あるって言ってたよ。俺松葉さんなんか仕組まれてその割には所長と目合わせて、いやそんなことないですよね。いつも普通にコミュニケーション取ってます。じゃあ取ってないっていう体でいきますかっつって。ハードル高いですね。そう、結構見てください、これ4つが結構出来上がってきたでございますよこれね、前回思い出すのにすげえ時間がかかるんですよね。これどうなんすか。もう無理だな本当に。これだけなのかどうか、意外とね合わないでございますよ。この左右目が中途半端になってるやつをね、ここの合体させていくって作業に入ったんですけど、もうちょっと引きで見ますか。ちょっと何やってるか分かんないけどね、パズルを仕分けして、鈴木さん手元をね、腹減った、食ってたじゃないですか。飯食ってないか。食ってないですか。まだ食ってない。
さて、どっか手つけていいか分かんないですよね。右下からすべて埋めていきたい。ああ、こうくるんだな。そうで、前回分かったんです、この鼻息、このザクの鼻息が結構ヒントになってる。あれ、ここ丸い？いや、ちょっと丸だ。丸ですか。うん、丸だ。ザクの鼻息をヒントにやっていくしかねえって話なんですよ。口元ね、この口のこの形を探して、この口ね、口お、これ切ってるでしょ、これ来たー。口元をくっつけていく作業をしたい。来たよ、これやばい、来ちゃったね、これ溜まりました。これ何個が固まるとさ、横同士くっつく、どのぐらいの距離感が分かるじゃん。でもそのザクで、これで言うとさ、ほら今これくっつけたもんね。これですよ、この距離感なんだよね、この距離感。そこに入った、うん、ここに入った、今入れた。結構間にやっぱ1ピース入る感じですね。うん、その間に入るピースは10なわけだ。うん、そういうところから攻めていくとだんだんと。でも俺は10はやらないですよ、これ。あ、やべえ、大事なこと忘れた。更新してみる。ほら見て、ほらザク来たかな、ここ。あら、なかなかやるじゃないですか。ってなると、この丸どれだ、これだ、丸のこの10のところだな、これ。そうすると、この塊ができるところ、一気にこれ結構来てる感じがあるね。どうですか、もう子供も夏休みだから。子供はね、皆さん夏休みですから盛り上がってると思う。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。やっぱ盛り上がってる。いや、でもうちの方からキッズ行ってるから、なんか楽しそうですね、みんなね。まあ普通にあれだ、学童みたいなあれだ、みんなで遊んでますね。うん、あれでもいいですよね、ああいうのね。あれ、あ、向こうで出してくれるでしょ、ご飯、おやつと。おやつと。でもおやつ代払うでしょ。安田原ね、そうなんだよね、懐かしい、ね、いやでもね、なんかすごい良心的っすよ。そうだよ、安いよ、もう保育園に比べると全然安い、うん、しかも毎日友達と遊べるし。で、だって宿題持っていけば宿題やれるしさ。そうなんですよ、勉強教えてくれるし。そういいんだよね。あれね、夏休みにあえて入れた方がいいね、うん、あえて入れないと。あんなんだって、子供たちもうね、力が有り余ってしょうがないですよ。遊びに行きたい、レンコさん。そんな外遊びたい、行きたい感じじゃないでしょ。いや、だって今うちの子サッカー大好きですよ。あら、どうしたの。フットサル始めました。始めたの。始めました。習ってんの。習ってます。週1か、毎週水曜日。あら、どこで。学校でやってくれる、キッズで。あ、その中であるんだ。その中で教えてくれるんですよ。またね、学校給食ないのに横浜市。いや、あれか。ええ、あ、中学校か、それ。給食、あ、そう中学校ないですよ、俺は。それおかしいよね。いや、中学校普通弁当ですから。その感覚全くないからね。マジっすか。マジっすかじゃないよ。普通にその感覚全くないから。その普通に中学校は弁当でしょって話ですよ。バレから、我々から言わせれば親が大変だよ、そんなんじゃ。毎回弁当なんだ。いや、キッズも弁当なんですよ、今。そう、今はそうでしょ、この時期は。うん、
もうね、弁当かだってお金出せば出してくれるでしょ。いや、おやつは出るけど弁当は弁当。あ、そう、まあ、あっちのやつもあった気がしたな。嫁さんがヒーヒー言ってますよ。大変だよ、そう。マジか、大変だよ本当に。マジで弁当まだそんなにさ食べないからさ、そう、ちょっとしたものをさ入れればさまだ済むからいいよ。これちっちゃい弁当で持ってってますよ、ね、これがだん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 なってみなよ。これ大変だよ奥様。そうね、みんな奥様大変。旦那様はもう朝いないから、めんどくさいから、そういうなんかやってよってなってるうちで、これでお前なんか買ってくれよってなるんでしょどうせ。でも俺ね、あの中学校の時とかの弁当をなんか買えようの方が好きでしたけどね。その方が良かったんでしょ、好きなもん買えるから。買えるから。ただそれだけじゃ。ね、学校でパンがねえぞ、パンが。購買で。パンだけ売ってんの？パンだけ。いや、朝頼むとパンが届くんですよ。何それ？飯の時間に。でパン取り行くんですよ、頼んだ人みたいな。うーん、弁当の間ほらお母さん忙しくて作れないとかのためにね。これは分かんねえな。ここな、そういったもの全部給食ってことですか。給食だよ。3年間3年間中学給食だよ。すげえなそれ。そうだよ、だちゃんと給食係とかいるんだよ、まあ、中学校でも。うん、1回もやったことねえけど。おかしいでしょ、なんで順番性じゃないですか。順番性だよね普通はね。普通はでも来ない、順番回ってこないよね。やらないで食いすぎちゃうでしょ。てかその時間いないからね。みんなで食わないんですか飯を。食うか先に食うか。ちょっと早弁で、早弁早弁弁給食を早く食うからね。無理でしょ普通それ。だってもう、だって授業が終わる前に配膳室に持ってかれてるじゃん。じゃあかっぱらってくるんですか。そこに行っても食っちゃうから。立ち悪いな。あとは保健室にね、給食が届くんだよね。あ、具合悪いとね。具合悪いとじゃないよ。そこにいるの分かってるからね、給食が届く、持ってきてくれるの、ちょっと偉いから。マジっすか。ちょっと入ってこれ。すごいシステムだったね、あれね。信じられないですよ。どういう仕組みなのそれ。うん、これ来てんじゃないの、俺来てないのかな。恨みだけ正解かどうか分かんない。はい、来てます。わ、すげー、来てます来てます。すごい、来ました来ました。でこの他は10だね。緑の頭来ました、来ました来ました。綺麗に収まってますよこれ。ちょっと口元から言ってますからね。もう見えんだけどな。
します？うん、あ、こっちもでっかくすりゃいいんだ。思った、俺らが打っててもしょうがない。こうすれば我が輩の映像が映る。今日はいないでしょ、視聴者7人います。あら、この無言の中NG コメントダメですか、ね、流れてますから、ね、ちゃんと。最近 YouTube アップしてないですよね、全然ね。手抜き。ちょっとね、あとアップすげえ時間かかるんですよ。1時間ぐらいかかるんですもん、だって。口がねえな、口が。そこだって普通に目じゃん。これも口だ。うわ、合わねえぞ。これでしょ。終わった。うん、来た。あれ、なんでその行きますね、結構。配管もこれ口周りってことですよね。
り進捗が良くないのかな。あんまりじゃない、全然良くない。うん、煙入ってるよ。やべえ、わかんねえ。ここに目がちょっと入ってる。うん、やべ、超腹減った、腹減った。ちょっと待って、なんでなんで入んない。実はどっかに裏が混じってないっすよね。また今さら？まさかの？ん？中の？目が切れてるやつ。目が切れてるやつ。え？これ目だよね。
何に目印やってます？ない。勘。勘じゃね、入らないですよ。だから入らない。でも一個一個入れてった方が早いですからね。地元ヒントにやって入りますか。1時間で10個ぐらいしか入るんですかね。誰も何のコメントもくれないの。なんかちょっとくださいよ、誰かさん、なんかコメント。
何やってるんですかとかね。これずっとこれ嫌になっちゃうな。すごい集中力だ今。今カルシウムがちょっともうね体内に足りないからね、集中力がないよ。イライラし。カルボーン食べないと。懐かしいですねカルボーン。カルボーン。やべちょっと分かってきたな今更だから。そうこの間ね。もう本当にやばいぐらい具合悪くなって ありましたね。そうびっくりしたあの時、例の珍しくおさぼりした時がありましたね。びっくりしたね本当に。あれはもう39度がずっと落ちないんだよこれ。珍しいっすよねでもね。珍しいっていうかねないよね。いつも元気な鈴木さんのない本当にね。すごい会社来てもそうだけどね喋らないからね。喋れないんでしょ。喋れないからみんなが具合悪いんだなっていうのをね察してくれたみたいで。いつもうるさいからね。うるさくないでしょそれ家でね。そうだったからね。家でね。あとずっと喋ってないからね。寂しくなっちゃってそのぐらいがいいみたいなね。喋らないぐらいがちょうどいいと。冷たいこと言いますね。何言ってんの。それでみんなのねあれを維持してあげてるのに。本当は寂しいくせに。なんで入らないの。つらい。ちょっと入んのこれ。どれと合うのこれ。これもダクトか。これもダクトだな。あ、入らないの。そうなの。そうなの。え、なぜ？だってもう目ないじゃん。それこんなん出てくるんだ。え？違うか。違うの？違うの？他にないからつくとこ。思うでしょ？左目欠けてるやつとかないから。
3つの組み合わせが増えてきて4つの組み合わせが入らないのそれなんで出てて左上にも鼻息が出てるやつっていうのはここしかねえ。ここだから。うわ入った。もうそれでいいでしょ今日。そこ入れば。え合ってんのこれ。合ってますよねこれね。そこ何個かハマった時だけで楽しかった。このハマりが。あとでも白いの入ってるやつって左上かここか。5体しかいないかな。多分順当に行くと。
辺に行くと、うん、本当にこの辺じゃない？吐息マジでやるはずなんですよ、うん、吐息でネットね、吐息でネットねまあいいよ、こいつをじゃあ右側にいるやつと仮定した場合、
の子たちと混じっちゃってる。これはどこの子？うちの子だ。左向いてるやつってどこにいるんですか？目が左向きのやつ。こいつだ。関係ねえ。この辺なんだよな、ちょっとな。これおかしくないですか、この左目切れてる子。しかもうちに。何も片付け入ってんすか、マジ。ちょっと信じらんない。下がりですか。そう。寂しがり屋ですか。すごいね。何の話。寂しがり屋さんだ。あれ右向いてるやつ。何の話。いやそうでもないんだよ。あーもうやだ。ちょっと腹立つわ。誰もいなくなった。いや、藤原竜也のドラマ。ああ、いいの好きなの。あれ面白いですよ。あとは？あとは見てないし。え？あと見てない。それだけ？それだけです。だって見る時間ないじゃないですか。いや基本録画でしょ。だそれだけ常時録画かもしれますけど。これはあれだ。これは見てないけど。他の人たちが撮ってるから。
他の人たちが撮ってるから。娘さんが見てるんですか、うん、何見てるんですか、あれですか、不動産売る子ですか。違う、北川景子。違う、それじゃなくて、もう一つの桐谷美玲の方。桐谷美玲の方、うん、パティシエの。え、何それ知らない。三兄弟の男の江ノ島が舞台になってる。え、何それ、なんてドラマですか。知らない。江ノ島舞台。パティシエ料理人と、そういうなんかね、ちょあんまラブストーリー系見ないですよね。ラブストーリー系だ。誰も見てくれなくなっちゃったな。でもパズル終わるまではやめるとは言わない。絶対でもなんとなく感覚は分かってきてるんだよな。もうちょっと目が下、もうちょっと目が下、右下に刺さる。目の左下に刺さる。入るようになって入らなくなった時が一番苦痛だから、ね、普通次の一手が、ね、出ない時。こんな目とか簡単でしょ普通、なんでできないの俺。これとこれはまず合わねえのか分かんねえ。目ないんすよ。目が三角だからこいつ。キカつくなこいつマジで。なんで俺じゃない。三角俺じゃないから俺丸だから。三角そっちやっといてください。これ三角の方に。これも三角じゃんかよ。あ、混じってるから福だろ。もうやろう。混ぜやがって。ばっかしてんだ本当に。最近ちょっと前髪気にしてんだな。そうなんですか。ちょいちょい触ってるでしょ。なるほどね。ちゃめっ気出しやがって全部バッサリ切るしかねえな。前髪燃やすか。
すげえブーブー言われて顔かわいそうひどいね。パワハラだ、アサーティブだからね。ちょっともう何なのマジで、うんってなるわもう。あれ全部三角じゃんこれ。何、あ、そうか、そう三角と丸のエリアってことなのか。そう、うん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 。あと2分になっちゃうし、まあ、コメント1個もつかないでどういうこと、ちょっとおかしいでしょ。それもすごいよね。コメントあれが打たなくなってたかな、コメントダメですみたいな。それどこさ、それ三角なの。三角開けたらいきなり目の前にあったのが丸のがあって、これ横棒だから、ここちょっとここ三角じゃない、三角こっちでしょ。丸だよ、ここ右下だ。え、三角右下だ、右下、うん、三角までしまっといていいですよ、まだ。もう三角いっぱいよ、いいのが、まだ目が。俺次三角にする。一番ずるいから。一番できるとこ三角だよ。次三角にしよう。なあ、マジできねえ。なんだこれ。次は三角。きたー。こうか、できたのはどうですかこれ、この完成度ね、関さんね、すごい進んだから、ね、すごい進みましたよ。あやっ7時間でここまで進みましたよ皆さん。どうですかこれ、なかなかの進み具合じゃないですかこれ。もうほら赤いシャーザクできましたからね、うん、来週はちょ来週はしばらくできないんだ、うん、夏休みですね。しばらく夏休みじゃないですよ、普通にあの一般放送になりますかね。またザク、今日はシャーザク完成までね。あー、これできたらすごいあれですよ、すごい達成感ですよ。ってことで今日は2人で頑張りましたが、いまいち一丁